それってやっぱり、たたり神からですか今はそうですね。昔は、重宝なども行っていたそうですが、さすがに、時代が違います。ま、あ今、ツイッターで何でも重宝できるもんな <laughs>。もう、ハッカーが強い時代だよ。ひたちさんは、ひたちさんは怖くないんですかそれに、ともたくさんも、あ、そっか。吉野が、あの、なるが来るがの討伐に行くイコール、マコも護衛でついてくれってことだもんね。マコが一緒だったら、そんなに危険もないのかなと思うけど、なるが来るが相手に、い一本でどうなんだろうな、っていう部分あるよね。さっき言いかけた質問は、それですか 一族の務めですから。あ、もう義務感とか使命感てかそういうものなんだね。ここら辺ちょっと主人公にはまだその確固たる意志というものがないね。逃げたとしても、呪詛が解けるわけではありません。むしろ被害が甚大になるだけです。確かにそうだけど、ここに暮らす人、ここを訪れる人、ここが故郷の人、その影響は計り知れません。お前前世聖母マリアだった <laughs> <laughs> めちゃくちゃ慈愛に満ちた心を持ってるじゃない <laughs>。こんな若いのに立派やの。俺がマコぐらいの年齢の時はパズドラばっかやってたぞ。さっきの人たちもトモタケさんのことを気にしてた。随分慕われてるんだね。トモタケはもともと、法理を治めていた大家ですから、今でも土地の代表者のような立場です。それに、何のんの言っても田舎です。病院や神社などは他とは比べられないぐらい大事にされるんですよ。病院はわかるけど神社の重要性なんだろうって未だに不思議だよね。特にこの法理の住人ですと、近くの町に 頼ってもうまくいいいかかないことが多いですから、ね、ああ、なるほどね。住民票とかで、ホーリーって書いてると、役所の職員から嫌な顔されるとか、そういう感じなのかな。そっか。あ、もちろん、吉野様や、安春様のお人柄があってのことですよ。もう、そりゃ見りゃわかるよね。もともとケケというビッグネームだけで、慕われてるような感じじゃなかったもん。あの、八百屋のおっちゃんも、肉屋のおっちゃんも。吉野様が可愛らしくて、優しい女の子であることを、皆さんご存知なんです。せやな。マ、ま、コ優しいけど、吉野十分優しいよな。もう、祈とう物語聞く前だったら、 このマコのコメント絶対嘘だろって突っ込んでたけど <laughs>、優しいとは、みたいな感じだったけど、今は十分身に染みてるよ。アリチさんんの前でははそういいいった面は見せせていないかもしれませんがあ、れはかなり無理をしてて作っているんですよあそうなの無理をしてまでやってんのそれはなんとなくわかる。責任感が強い。何でも一人で抱え込むタイプでしょそうなんですよね。そこも可愛いといえば可愛いんですが、ヤサール様もよく心配をされています。マコは随分吉野に出来合いというか、浸水してるのね <laughs>。 <laughs> なんかもう普通に、ピタチ家の義務とかそういうものじゃなくて、吉野個人のことを大好きだから守りたいっていう気持ちで護衛についてるんだろうな。さあ、買い物も終わりましたし、戻りましょうか。 お前ずっと黙ってばっかだな <laughs> <laughs> 何。何女の子と二人っきりだと間が持たない <laughs> イタチさん、友達さんと少し話をしたいんだけど、どこにいるかな私が家を出る前は仮眠をとって、起きたら前の練習をするとおっしゃっていたような。あ、そっか。昨日の夜、結構夜通しで看病してくれてたからか。優しいな。このちらつく優しさが吉野の魅力なのかな。もしかしたら、マコはデーンって優しさを見せてくれるけど。なので、神社にいらっしゃると思いますよ。逆にあいつが神社以外にいらっしゃることってあんの <laughs> 分かった。 ありがとう。何をお話しするんだろう。あ、かぐら神社内バージョンあるんだね <laughs>。<laughs> やっぱ美しい。一枚絵言うても、なんか動きを感じるというか、躍動感があるよね。 日立さんが教えてくれたように、毎度練習をしている友崎さん。俺が部屋に入っても途切れることなく、滑らかに動き続ける。本当に綺麗だ。指先の一つ一つまでしっかりと伸ばして、祭りで見た時と同じ美しさ。もう何万回と練習してきたんだろうな。吉野はこの神楽舞の意味を知ってるからこそ、余計ストイックな吉野は、より美しく、より洗練された動きを目指して練習してんだろうね。練習だからって気を抜いている様子は全くない。呼び止めるのはあまりにも無粋というか。見ていた俺には声をかけるという選択肢すらなかった。その場でじっと練習が終わるのを待つことにした。そう。 して待ったのは五分程度だろうか。前尺何分。<laughs> 途中から入って、それから五分も経ったの。一区切りついたらしく、友達さんの方から俺の方に近づいてきた。横になっていなくて平気なんですか。あ、嬉しいな。<laughs> やっぱ吉野の優しさってたまにちらつくからこそ、破壊力がえぐいな。大丈夫。小さい怪我ばっかりだから。それならいいんですが。今ので、汚れは払えたの。い,いえ、今のはただの練習です。奉納ではありません。練習と奉納はどういう風に切り替わんの? <laughs>。吉野が、よし、今奉納だっていう時は奉納なの。 <laughs> チャンネル登録最後までご視聴いただきありがとうございましたよかったら高評価、コメント、チャンネル登録お願いいたしますそれではまた次回の動画でバイバーイ